時には逃れぬ宿命があった。サウザー亡き後、復活を遂げた剣王ラオウ、野望も剣も捨てなかった北斗の長兄ラオウ。時がその全てを目指した実の兄ラオウはかつて語った。俺が道を誤った時はお前の手で俺の剣を封じよ。幼き日に交わした誓いを果たす時がついに来た。時の足は自然と兄弟で修行に打ち込んだ北斗道場に向かっていた。血のつながった兄弟による最後の戦い、その決着をもって宿命の幕は閉じられる。だが涙は見せぬ。涙を己の望みと剣に変えようとあなたは教えてくれたから。病に侵されていなければ。時ケンシロウ、この魂はお前に残そう。そしてこの肉体はラオウとの死闘に捨てよう。最終は遠い近い。半人前の技では俺は倒せんぞ。北斗道場ってところにラオウはいるのね。北斗の演者にとっては特別な場所だ。そこでラオウは時を待っている。よし行こうぜ。北斗道場ってのはもう近くなんだろ。仕掛けを解かねばどうしても入れないのだ。七つの聖碑をめぐり奥義を持って起動する。3人前の技で私は倒せる。ここで来たまりやがれ。天照百裂拳、せめて奥義で褒めろ。くたばりやがれ。
勝百裂拳。崖の上にも来るがいい。
前の太い指では無理だな。一度間にの技で私は倒せない。こっからが本番よ。しかたあるし、かかってくるがいい。変装百裂拳。半人前の技で私は倒せんぞ。欲しい。かかってくるがいい。やっちまえ。気持ちいい。戦う前に引くべきだったな。Yeah.
です。やろう。ここでくたばりやがれ。兄ラオウと修行した幼き日々が思い出される。この地で誓ったのだ。兄が道を誤った時は私の手で兄の剣を殺し、
百裂拳。我が生涯の敵はラオウ。あの男の剣を封じればならない。ラオウとの戦いを、トキの負った宿命、俺も見届けさせない。北斗道場を守る七つの聖碑、それらを結ぶと北斗七星を成すのだ。全部で7つだったよな。この上に最後の1つがあるとして、まだ起動してない製品があるんじゃねえか。
北斗神拳何故最強か教えてやろう。トキ、試させてくれぬか。この私の病んだ体ではラオウに勝てぬと。ならば確かめるがよい。激流を制す私の剣を。
始めるか。後悔せぬか。自ら望んで選んだ道、ためらいもない。このラオウを目指していたのならば、なぜ非常の豪の剣を学ばなかった。もはやこの勝負見えたわ。ウヌは俺の豪の剣を。あなたとの戦いまでは使わぬと誓っていた。天を見よ。見えるはずだ、あの視聴生が。なんと我が頭上に視聴生が。北斗神拳1800年の歴史の中に生きる言い伝えがある。互角の剣を持つ強者相戦うとき、その両者の頭上に視聴生が輝くと。さあ、宿命の幕を閉じよう。ラオウ、ヌーリア、おお。百裂拳。
灼熱拳。さらばラオ、今約束を果たそう。やはり市長生は時の頭上に落ちた。聞かぬのだ。さらば時。やめろ、トキ。お前の剛健の秘密はこれだ。やはりせっかく子をついた跡が。せっかく子をつけば一瞬のみ剛力を得ることができる。しかしそれは同時に己の命さえ奪う非常の非行。徐々に弱れゆくお前の剣では俺は倒せぬ。それを見抜かれていることを知りながらお前は。なぜ泣く、ラオウ。涙をその剛健と野望に変えたあなたが。お前の心、死を覚悟してなおかつまだこのラオウを目指そうとした悲しき心が、この俺の枯れた涙を呼び戻した。もはや悔いはない。宿命の幕を閉じよう。さらば我が生涯最強の敵。さらば我が最愛の弟。これが貴様が目指した兄ラオウの剣だ。
す。今剣王を目指した男、時は死んだ。ここにいるのはただの病と戦う男、時。